GO です。今回はエアコンなしで真夏を乗り切るハムスターの飼育法を発表します。正直この動画を出すのは本当に悩みました。ハムちゃんのことを考えると真夏はエアコンをフル稼働させる方が絶対に安全だからです。本当はエアコン以外の提案をしたくありませんでした。しかし皆さんから多くのコメントをいただきました。北海道で暮らしているからエアコンがなくて困っている、世帯主がハムちゃんのためにエアコンを使うことを許可してくれない、そんなコメントをいただくたびに私も悶々としました。寝ても覚めても悶々とする日々が続きました。だってハムちゃんの命に関わりますよ。人間だって熱中症で亡くなる人がいます。ハムちゃんは人間より暑さが苦手です。人間より何倍も体が弱いです。なのにエアコンを使っていないなんて、そう考えてシャワーを浴びながら叫んだ夜もありました。けどそんな悲劇も今日で終わりです。今日はエアコンなしで真夏を乗り切るハムスターの飼育法を発表します。誤解されないように言っておきます。この動画はエアコンを絶対に使えない人のための動画です。エアコンなしで真夏を過ごしてハムちゃんを苦しませるくらいなら、この動画で紹介するやり方を試した方がマシだということです。もしこの方法を試すのなら、あなたが責任を持ってケージを管理してください。エアコンよりもリスクはあるので、不測の事態に備える準備もしてくださいね。その方法を説明するので最後まで見てください。では早速いきましょう。エアコンなしで真夏を乗り切るハムスターの飼育法は、凍らせた2リットルペットボトルを2本ケージに入れることです。これで少なくとも4時間半はケージ内の温度を外気温より6度下げることができます。これすごくないですか？例えば外気温が32度の日、ケージ内は26度が4時間半も続くんですよ。皆さん、まだ動画を切らないでくださいね。なぜ2リットルなのか、なぜ2本なのか、むしろ冷えすぎないのか、結露は大丈夫なのか、ケージのサイズとの関係は、これらの説明を後でします。この説明を理解せずに試すのは危険です。ぜひ最後まで聞いてから試してください。凍らせた2リットルペットボトルを2本ケージに入れることで本当に涼しくなるのか、はじめにその説明をします。この根拠はテルコム株式会社のウェブページから引用します。テルコムさんは小動物用の医療用品メーカーです。この表を見てください。この表はテルコムさんが販売している小型ケージに冷凍庫で凍らせた2リットルペットボトルを入れて、ケージ内を冷却した実験の結果を表しています。ちなみにこの小型ケージのサイズは横幅60センチ、高さ40センチ、奥行き40センチです。グラスハーモニー600プラスとほぼ同じサイズです。とても参考になりますね。実験内容はこうです。まず、小型ケージに冷凍庫で凍らせた2リットルペットボトルを入れる。次に、時間経過ごとの室内の温度、ケージ内の温度、その温度の差を計測する。この実験は室内温度が32度の環境で行われました。そして実験開始して5分後、ケージ内の温度は27度以下になっています。そこからケージ内の温度は26度周辺をキープしています。結局、実験開始から4時間半が経過しても、ケージ内の温度は26度周辺をキープしました。つまり凍らせた2リットルペットボトルを使うと、ハムちゃんは4時間半も26度くらいの環境で過ごすことができます。では次に注意点を説明します。なぜ2リットルなのか、なぜ2本なのか、まずはここから説明します。今回の実験で使われたケージ、つまりグラスハーモニー600プラスに相当するサイズのケージでは、凍らせた2リットルペットボトル2本が妥当でした。実は凍らせた2リットルペットボトル1本で実験された結果もあります。それがこちらです。この実験だとケージ内の温度は28度付近をキープしています。しかも3時間半で氷は全て溶けてしまいました。ハムちゃんにとっての適温は20度から26度ですよね。ちなみに私はその平均値としてよく23度が適温だと説明しています。よって28度はハムちゃんにとってグレーゾーンです。弱るハムちゃんもいます。つまり凍らせた2リットルペットボトルを1本だけケージに使うのはやめた方がいいということが分かりました。次に、むしろ冷えすぎないか、結露は大丈夫なのか、ケージのサイズとの関係はの説明をします。ここからが非常に重要です。今回の実験ではグラスハーモニー600プラスに相当する環境下、さらに気温が32度周辺の環境下で行われましたよね。しかしこの動画を見ている皆さんは住んでる地域もバラバラです。気温も違います。
使ってるケージも違います。よってこの実験と全く同じ結果にはなりません。ペットボトルの氷が溶ける速さも違うでしょう。そこで今回はせめてこれだけは守ってほしいというポイントを紹介します。1つ目、冷気が逃げない水槽型またはグラスファーム2系のケージを買いましょう。当然ですが柵でできたケージだと意味がありません。この方法を試す方で水槽タイプまたはグラスハーモニー系のケージを買っていない人は買いましょう。エアコン代に比べれば安いのでそこは妥協して買ってください。今回の実験に近い環境を用意するのならグラスハーモニー600プラスが一番いいです。概要欄にリンクを貼っておきます。2つ目、ペットボトルが倒れないように固定しましょう。これも当然ですが2リットルペットボトルが2本あると合計4キロもあります。万が一倒れてきたらハムちゃんがぺちゃんこになります。ペットボトルは結露の対策として受け皿も必要になりますので、その受け皿をペットボトルの固定具にするのがおすすめです。受け皿には食品用のコンテナがあります。私が購入したコンテナのリンクを動画概要欄に貼っておきます。これなら2リットルペットボトルを2本入れても余裕があるので、その中に結露を貯めることができます。3つ目、温度計を購入して自分で同じ実験をしてみること。これが絶対に必要です。皆さんの使っているケージは横幅60センチ、高さ40センチ、奥行き40センチですか？違う家も多いはずです。だから必要なペットボトルの本数も違うし、溶ける速さも違うし、ケージ内の温度変化も違います。もしかしたら冷えすぎるかもしれません。こればっかりは実験しないとわからないことです。100均で温度計を買ってハムちゃんがいない環境でテストしてみましょう。そしてあなたの家庭に合ったやり方を探しましょう。もしよかったら実験の結果をコメント欄に書いていただけると他の方の参考にもなるので助かります。ちなみに私も動画を作る前に試しました。私の家ではグラスハーモニー450プラスを使っています。横幅47センチ、高さ29センチ、奥行き31センチです。この中に2リットルペットボトルを2本入れるのは無理がありました。なのでやるとしたらグラスハーモニー600プラスがいいと思いました。そしてケージ内の温度の下がり方も早かったです。ハムちゃんにとって寒すぎる可能性もあるので注意が必要だと思います。またやってみていろんな気づきもありました。ケージの周辺を布か段ボールで覆うとより保冷効果が上がると思います。もしかしたら5時間以上涼しくできるかもしれませんね。ということで今回はエアコンなしで真夏を乗り切るハムスターの飼育法を発表しました。最後に復習しましょう。横幅60センチ、高さ40センチ、奥行き40センチのケージに凍らせた2リットルペットボトルを2本入れると理論値ですが、外気温が32度の時、ケージ内の温度は26度になりました。それが4時間半も続きました。エアコンが使えないご家庭でこれを応用することでハムちゃんにとって苦しい夏を少しはマシにすることができます。ただし注意点があります。1つ目、冷気が逃げない水槽型またはグラスハーモニー系のケージを買いましょう。柵のケージでは意味がないです。2つ目、ペットボトルが倒れないように固定しましょう。ペットボトルは重いので倒れるとハムちゃんが危険です。3つ目、結露防止のための受け皿を用意しましょう。おすすめは概要欄にリンクを貼っておきました。4つ目、温度計を購入して自分で同じ実験をしましょう。実験はあくまで実験です。皆さんの家庭と状況が異なるので必ずテストしてから実用性を確認しましょう。最後に動画を見てくださってありがとうございます。これからもあなたの役に立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。もしこの動画を見て面白かった、良かったと思ってくれる方は高評価、コメントをいただけると嬉しいです。これからも頑張ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。